両号第115潜水艦は、日本海軍の潜水艦、両百型潜水艦の16番艦。1942年の昭和17年度計画により、1942年10月12日、川崎重工業専修造船所で起港。1943年6月19日浸水。1943年11月30日に、竣工し、 二等潜水艦に類別。同日、横須賀鎮守布石となり、訓練部隊である、第六艦隊第十一潜水船隊に編入された。1944年3月10日、第七潜水船隊第五十一潜水隊に編入。11日、両百十五は、クレを出港し、22日に、トラックに到着。28日、トラックを出港し、 ヤルートと正方沖に進出して紹介。4月18日、トラックに到着。同日、旅115は、米機動部隊の警戒のためトラックを出港。19日に、トラックに到着。30日、旅115は、トラックを出港し、米機動部隊の迎撃に向かう。5月3日、トラックに到着。19日、旅115は、トラックを出港。27日に、 ウェワクに到着し、機密文書や暗号解読書を搭載した後出港。6月3日にパラオに到着して、積み荷を下ろした。7日、旅115はパラオを出港し、ニューアイルランド北方沖の3回戦に配備された。14日、グアム南方沖に移動。16日、ロタ島北西沖に移動。19日午前、ロタ島北西550海に地点付近で、 米空母2隻を発見し、追尾する。1807、サラトガ旧空母へ向けて、魚雷4本を発射するも、命中しなかった。攻撃後、爆雷攻撃を受けた者の,の離脱に成功。6月27日、トラックに到着。7月7日、トラックを出港し、17日に横須賀に到着。8月10日、両115は横須賀を出港し、ペナに移動。 8月15日、第51潜水隊の解体に伴い、第8潜水船隊付属となる。10月25日、旅115は、ペナンを出港し、ベンガル湾に進出して紹介。11月8日、ペナンに到着。12月7日1700、旅115は、ペナンを出港し、マドラス沖を紹介。28日、ペナンに到着。 1945年1月19日、ペナンを出港し、21日にシンガポールに到着。22日、両115は、ルソン島西方沖に向かうべくシンガポールを出港して、行くのを最後に、消息不明。アメリカ側記録によると、1月31日、ミンドロ島北西沖で、米駆逐艦、ジェンキンス、オバノン、ベル、米護衛駆逐艦、 ウルバーとエム・ムーアの4隻が、ミンドロ島とルソン島の間を通過する日本の輸送船がいないか紹介していた。1955、ルソン島の戦いを支援していた、米系巡洋艦ボイシが、レーダーで船を探知。その後ベルも8500メートルの距離で船をレーダー探知。確認のため、ベルとオバノンが現場に向かった。その後、 レーダーから反応が消えたため潜水艦と判断した2隻はソナーで潜水艦を探知し爆雷を投下したが効果はなかった。その後、ウルバーとエムムーアが支援のために合流。ベルは再度潜水艦をソナー探知。爆雷投下により重油が浮かび上がってくるのを確認した。2122、ジェンキンスが合流し爆雷攻撃を行った。1時間後、 ウルバート・エム・ムーアがヘッジホック24発を投下、その後もヘッジホック攻撃を行った。2月1日001号、ウルバート・エム・ムーアが最後のヘッジホック攻撃を行い、その結果潜水艦を撃沈した。これが、旅115の最後の瞬間であり、艦長の竹艦、中3体以下乗員59名全員戦死沈没地点は、 マニラ南西百125海里地点付近、北緯13度20分統計119度20分、北緯13.333度統計119.333度、1 3 3 3 3 1九9 3 3 3 2月20日、第8潜水船体の解体に伴い、すでに沈没していた、両115は、書類上、第34潜水体に編入。二月十一日、 フィリピン製法で防湿と認定され、5月10日に除籍された。ありがとうございます。